ありがとう。フォンミンの処刑は終わった。明日にはアードー妃が後宮を去るという。何をしている？え、うわっ！誰だよいきなり。すみません、今どきます。話していただけますか。上着もなしでは風邪をひきますから、部屋に戻ってください。お酒を飲んでいるのですか。家主は俺を先に誘って、飲ませるだけ飲ませた挙句どこかへ出かけてしまった。少しだけだ。少しだけ。